こんばんは。一面の一面、こんばんざい。こんばんざい。久しぶりに遅くなっちゃった配信が。最近ずっとそんな遅くなかったのに遅くなっちゃった。ママ、息子よ。いや、ヤッホーは起きてる。みんな遅起き、遅起きじゃない。夜更かしさんだね。ありがとう。配信見てくれて。遅くなっちゃったのに。クースタン、こんばんざい。公式来れなかったから寝れなくて。ありがとう。まじゃ、おつおつ。というわけで、今日の配信遅くなっちゃったけど始めたいと思います。やっほー、おやすみじりちゃん、おやすみ。ガサゴソしてるけど気にしないでね。今探し物を探しているの。どこにまとめたっけなっていう。シールを探してるの。でもそれをね、今特にやったっけなっていうあれ。ジリ、ようこ、起きてたのね。どこにやったっけな。あった気がしたんだけどな。すぐ忘れちゃうからさ。まあいっか、別にそんな大して必要なものでもない。音からして、そうだな、音からしたらそうかもしんないけど、ほんとね、なんか紙袋に入ってるあのメモ帳とか手紙、予約特典とかで書く手紙をこう一つの袋にまとめてんだけど、その中をガサゴサしてるだけだから、実際はね、大したねあれじゃない。優雅に座りながらしてるよ。ガシャ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 。そう、シールを探してたの。シールどこやったっけなって。ジン、こんばんざい、こんばんざい。まあ本当にそんなにめっちゃ必要なシールじゃないからいいんですけど、どこだったかなって。明日という名の今日になるのかな。今日か、もう15日だから、今日は渋谷アイドルストリーマーズに出演するので、渋谷ストリームホールでお待ちしてます。時間がね遅くて、前物販が8時半から9時半で、出演が10時から10時20分であるので、ぜひお待ちしてます。もう遅の遅の時間だから、ぜひ。ああ。ジリは自分の帰宅時間との勝負。急いで帰るの。今日は、今日はレッスンだったんですけど。ライブが15、16、17、あとなんだ、17、15、16、17、18、19、20とライブが続くので、
え、すごい。15、16、17、18、19、20。6日間続く。しかも16日はライブが2本あって、17日はライブが3本あるので、いや合ってるかな。なので、まあ詳しいライブ情報は公式ホームページに載ってるんですけど、すごいよね、それだけライブあったら何かしらやしそう。確かに眠みよ、眠たいの、パイパイしてる。だいぶありがとう、つねた。アイドル甲子園ないんだもんね。いつだろうね、次。チリもね、もう今日ずっと眠いって言われて、ジム眠いこと考えてる。眠たくてさ、今日のレッスンの帰りの電車も割とやばかった。今日なんかほんと一日中眠い。今海老名なの？サービスエリア？サービスエリアにいるの？なので、ほんと最近ね、また眠みがね増したのよ。なんでだかわからないけど、だから聞いてる。あ、そうなの？だ、寝れない。あ、夜更かしだ。寝れない時はうちの配信を聞いて。え、今日さ、お昼すごい暖かかったのにさ、夜ほんと寒くてびっくりした。帰り道寒ってなって、仕事中夜勤だ、お疲れ様、大変だ、みんな大変だね。応援する、ずり癒し効果がね、癒し効果になるよ、アロマオイル。アロマなので、ライブはまあたくさんありますし、12月の23日には、主催ライブ夏万歳があるのでお待ちしてまして、1月16日は振り返りになったワンマンライブ10人といろがあります。大変だけど来月会えるかもだから頑張ってるよ。応援してる、会えるために応援する。肉体労働とテレワーク、えっちー、それは大変だ。エミしないで。しないで、もう少ししたら、あと何ヶ月かしたら暖かくなるから。一日さ、ずっと寝てたい。で、そう、ライブがいっぱいあるし、12月の1日まで対戦罰が来たイベントがを行ってますので、ぜひ、応援よろしくお願いします。ブニュ寝るな。ヤッホー、来てくれてありがとう。タチ様はこんばんざい、おじいさんです。なのでイベントも頑張りますので、応援よろしくお願いします。ランチキや、スペシャル特典でもポイントがつきますし、意外にあとちょっと12月ついてあと半分ぐらいかな。はあ、ピーナッツ。ピーナッツ。なのでイベントしてるよ、応援してくれてるでしょ。12月1日までだから、16、17、18、19、20、21、22、23、22、結構まだまだありました。結構ね、順位の変動とかもまだまだわからないし、
イベントはね、いつもね、どうなるかわかんないから、なので気を抜かずに最後まで本当に頑張ります。うんそう、一緒にね2つを応援してくれて嬉しいよ。なのでそれまでは配信とかで癒されるアロマパワーで癒しをお届けできてたらいいな。私そこそこアイドルオタクやってるんですけど、今日びっくりすることがあって。何？頑張れ、頑張るよ。応援ありがとうね、本当に。お、たまには協力しようか。協力してくれてるじゃん、あなたそうだからね、前回のねタイで行けなかった分、今回こそ本気でつかみたいなと。アロマ香りこっちまで来るかな、スピーカーを通して頑張って送る。前に押してたことか、なんだ、交通なくなってしまったのね。交通事故ってことはあれか、普通に事故ってことなのかな。あ、押しの吐息これは吐息じゃないか本当最近寒くてさ、コートはいつから着るものなんだろうっていう最近の悩み。まだ早いのかなとかいろいろ考えちゃう。早いのかなコートっていつまでの、いつぐらいのコートならいけるんだろうとかさ考えちゃうみんな風邪ひかない、今ね結構風邪流行ってるから、みんなも風邪ひかないようにしてね。ジュリもだけど、ジュリ最近喉壊しがちだからさ、しっかりしないとと思っている。よくさ会えるうちに会っとけって聞くけど、ほんとそうだよなって思った。でもなんかそういうさ、なんかいろいろ実感することとかあると、あって思うことあるよね。こういうことに限らずだけどさ、あるあるだよね明日が渋谷ストリームホール。渋谷ストリームホール、前回いつだったっけ、先月かな、ちょいちょいある。遅めだからぜひ皆さんお時間合う方、ご都合つく方いましたら。タイムテーブルが変わって、もともと前物販と後物販だったんですけど、前物販のみになったのでよろしくお願いします。そういえば、あー言ってたやつだ、まだ席5本5分してるからね、ジュリアぜひ。で、17日がリリーベ万歳が復活しまして、渋谷タワーレコード5階であります。お待ちしてます。リリーベがこうね、こんなにもさ、リリーベファイナルからこんな綺麗に毎月できててすごく幸せだし、ロアさんとのニューシングル万歳三唱、声枯れるまで桜散るの発売も決定したので、ぜひあのタイトルでシーリングだったら日付、本当にだってもう正直な話、タイムテーブルをされたら、もう出演時間のタイムテーブルをされたら本当に困るからやばいのよ。もうギリギリの瀬戸際を生きる感じになるから、押さないでくれっていう気持ちもうその気持ちしかない15分経過、131日だって、131、早いね。早いっていうか、なんか不思議、なんか131日もやったって考えるとさ、ほんと一日一日過ぎちゃうのがすごく早い。もう131日だよ。
終電難民がスチームホール大量ね、本当にやばいよね。普通に考えて怖いから本当に急ぐ。東京にも部屋借りたか、いやもう東京に部屋借りたら絶対さ、もう東京ばっかなっちゃう、帰るの大変やから。ピコくんちら、やっほー。2ヶ月半近くか。え、そんな経ったのか。ほんと月日経つの早すぎてさ。びっくり。だってさ、100日だって言ったあの日からもう1ヶ月経つんでしょ。やばくない？よっちさん、こんばんだい、こんばんだい。みんなありがとう。こんな遅い時間なのに。でもそろそろ終わりにしようかな。頑張って831日になったら、2年後以上キーピースプライム知略ね、それは思った。ジルもピコに合う方が高い。終わりにしますね、そろそろ。明日は、明日は多分早い時間、夕方前に配信すると思います。明日ライブ後だと本当また今日みたいな時間になっちゃうので、お知らせするけど、多分夕方前ぐらいかなの予定ですので、ぜひお待ちしてます。では、明日はストリームホールでお待ちしてますし、12月23日には夏万歳があって、1月14日は、ワンマンライブ10人登録あります。やだー。早い時間だと見れんかな。なので皆さん12月23日と1月14日は予定を空けておいてください。おやすみじ、りょうくんありがとう、最後まで見てくれて。おやすみ、配信を続けにありがとう、クロスタン。ということで、皆さん、いいよ、夢を見てね。おやすみ、明日いたずらするね、ハロウィンみたい。待ってる、マジ。おやすみ、おやすみ、お疲れ様、頑張りすぎずね。では、今日の配信終わりにします。バイバイ。ちん、おやすみ、おやすみ。ゆちさん、お疲れ様でした。ありがとう。目がかゆい。バイバーイ。